早速ですね最初のスピーカーの方に登壇お願いいたします一人目はホン・スンイさんです拍手でお迎えくださいおはようございます,います、えー、今日は心配だのアラームを4つかけてどうにか間に合うことができました、えー、のどか代表の本ですよろしくお願いします、えー、のどかはですね日本茶を食べることができる、えー、日本茶パウダーになります えー、今日は立ち上げた経緯、えー、これまでの活動、そして何を目指しているのかっていうのを、えー、簡単に共有しながら何かお茶だったり食について考えるきっかけになれれば嬉しいです。よろしくお願いします。20秒が意外と多いですね。ね、えっと。前職はですね、ジャパンエキスポという日本の魅力を海外へ、えー、発信するような仕事をしていながら、えー、その後、4年間、えー、ニューヨークで、えー、住んでいました。えー その日本のことを伝える魅力を感じながらも実際に、えっと、週末はその現地のところに入ってサッカーをしたりそういうところで、えっと、活動、えっと、現地でどう生きているのかを考えていましたで向こうで日本茶とかが流行りながらもどこかあの日本産ジャパニーティーって言ってるけど日本産じゃなかったり あのブランディングマーケティングが先行しているところで疑問を感じながら、えっと、何か自分で現状を見て本物の日本茶っていうのを何か届ければできるかなと思うので始めましたで何か前向きなことが生産者から社の方からも聞けるのかなと思って、えっと、全国の茶園回ってたんですけどもやっぱりあのどこの産業もそうですけどあの高齢化60歳以上平均年齢だったり、えっと、30年間で90% で意外と、あのー、びっくりされると思うんですけど虫がつきやすくです、ね、オーガニック有農薬を結構使うんですねで今全体の3%だったり、まあ、日本茶は海外で流行っているけどまあ実際には5%しか出てなかったりするで一番ショックだったのはやっぱりあのいろいろ回ってると生産者全,全,全,全くあの日本茶が。 ニューヨークで受けられてるっていうのが届いてなかったっていうのがで想像もできていないっていうので全く生産者と消費者が違うものになってるっていうのはこれは何か違うんじゃないかなっていうのがきっかけではありましたでこのような事実をもとに、えー、誕生したのがのどかで今種類としてはせん抹茶煎茶ほうじ茶玄米茶で今日は玄米茶を、えー、用意しています。で 特徴としては全部パウダーなんですけどもなんでパウダーにしたかっていうとですねもともとお茶の歴史をたどると、えー、平安時代にえっと薬として中国から伝わったっていう歴史があるので非常に栄養素が高いです今はあのまあ日常茶飯事っていう言葉通り、えー、どっちかとい、えー、飲料水だったりあのどこでも飲める食べれるで医療の発展もあってそこまであの栄養素の面はあのフォーカスされてないっていうところで何かで 調べてみると、えっと、最後、吸水レッド茶殻を捨てな、まあ、食,べらる食べる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、捨てるときに70%以上の栄養が捨てられているというのはせっかく手間暇かけてあの作った無農薬の茶葉が捨てられているのはもったいないなというので全部パウダー状にしていますで。主な栄養成分としてはカテキン、タンニン、えー、テアニン、ビタミンで。で 玄米茶の場合は国産の玄米も使っていますので、えー、食物繊維だったりカフェインも非常に少ないので、えー、気にされる方も安心して飲むことができますで2つ目の理由としてはあのー、もう水に混ぜるだけで飲むことができるので、えー、非常に簡単でありますで粉末にするのも特別な技術を使ってですね、あのー なるべく粒子を細かくしながらも、えー、味、香りが飛ばないようにしているので吸水で入れるのとまた違った楽しみ方ができたりこういった料理に使うこともできるので、えっと、あれはハロウィンの時にほうじ茶とパンプキンを混ぜたりニューヨークではあのよく飲まれるアップルサイダーと玄米茶を混ぜたりちょっといろんなことに挑戦しながら新たな楽しみ方だったりそういうのを、えー、みんなで作っていこうという思いでやっています。で これまでの活動としてはスタート・インデー・ゴー・ゴークラウドファンディングを使ってやりましたで一番良かったなと思うのは16カ国からの支援をいただいてスタートの時点でファンだったりコミュニティを16カ国以上で形成できたっていうのはスタートとして非常に良かったと感じていますで販売としては EC だったり展示会に出たりだったり WeWalk 向こうの えー、だったりエクイノックスというジムの社員向けにテイスティングをしたりしながら、えー、どこかお茶に全く触れてこなかった人たちがもしかしたら新しい可能性っていうのを一緒に作っていくんじゃないかというのを感じていますで。日本でも同じようにファーマーズマーケット出たり、えっと、いろんなところで販売を今しています。で私たちはあの売れればどこでもいいというような形でど,どのような場所だったり携帯で思いが伝わるか。 っていうのでなるべく試ンだったりワークショップを開くようにしています、えー、で今は、えー、企業の,あの,んていうのケータリングだったり、えっと、前は東京カクテルウィークでは玄米茶とウォッカを、えー、使ったお茶のカクテルだったりいろんな B2B、えー、だったり B2C もいろいろ試みていますで最後にあの冒頭で日本茶を食べることができると言ったんですけどじゃあ食べる いうこといこについて、もうちょっと考えてみようっていうのが今回ちょっと伝えたかったというか共有できたらなと思いましたでどんどん生きるための栄養素は多分勘弁化してあの作業化していってあんまり食べる生きてきたのに食べなきゃいけないんですけどもなんかそこで食べる側の人たちはあまり食べ物について考える機会がないんじゃないかなと思っていて。あの やっぱ忙しい日々を送る中で誰が作っていてどこからそこ来てそれがどう作られているかっていうのは知ることによって食べる側も作り手も非常に豊かになると思いますで今日本茶があのペットボトルのお茶か給水で出るか茶とかすごい二極化してるんではないのかなって個人的には感じていてもっと人もお茶もいろんな楽しみ方があって多様なあの受け入れ方があっていいと感じています。で パウダーにしたからといって新しい日本茶の文化が作れるとは思っていませんただこれはあの文化は人が作るので人をいざなうあの手段にすぎないと感じています。でなのでここにまあ集まった人種だったり国年齢関係なくあの皆さんと一緒においしい世界お茶を通して作れれば嬉しいですよろ,しくあよろしくお願いします本さんありがとうございました。 ちょっと,と、えー、スピーカーの方の最後に、ね、質問させていただきたいんですけれどもあのちなみにあのさらっとおっしゃいましたけど今日ご用意していただいたということで実はあの今日の飲み物代のところにあれですよ、ね、のどかさんのお茶ありますのですごい香ばしくてめちゃめちゃさっき飲んだんだ味おいしかったです,す皆さんもぜひ休憩時間に飲みください、えっと、ちなみに今その、まあ、皆さんがじゃあちょっと飲みたいなと思った時に飲めるのは通販とは 東京駅の切手だったりちょっと西武百貨店も終わっちゃったんですけども、あとはレストランにもおろしをしているので,で、ね、渋谷とかだとほうじ茶ティラミスそれもヴィーガンだったりそういったところで飲んんんだり楽しでできます。す <laughs> なんかあれですよね、紅茶なんかはすごい結構いろんな品種もいっぱい出したりとかすごい豪華なお店とかを作ったりするブランドさんも多い中で確かに日本茶はまだそこまで、ね、そのアピール力というかないのかなっていうのを思ったりしてそういうところを多分やってくれるって。 あのまあお茶はこうじゃなきゃいけないっていうのがどうしても歴史がある分あると思うんですけどもまあそれを否定し合うんじゃなくてまあまあ食はもともと楽しくてお茶もたどれば茶道も薬を飲む技術だったっていうのでまあ正解を求めるんじゃなくていろんな皆さんが判断してもらって楽しんでもらえば嬉しいです。はいいありがとうございました